アロゲートは、足毛の競争場である。主な勝ち倉は2016年のトラバーズ・ステークス、ブリーダーズ・カップ・クラシック、2017年の、ペガサス・ワールド・カップ、ドバイ・ワールド・カップ。場名は、英語で、戦勝の意味。ドバイ・ワールド・カップを勝利したことによって、テーム・オペラ王を抜いて、当時の獲得賞金世界最高になった。 ボブ・バファーと調教師のスタイルを考慮されて2014年のキーインランド9月セールに出場にて、購買価格は56万ドル。購買には、アブドゥラ殿下の意向も反映していた。アロゲートは入級当時から高い素質を垣間見せて、板が前向きすぎる性格と前足に骨流などの疾患を抱えていて2歳児は、出走を見送らざるを得なく、 デビューは3歳4月と大変遅れた。2016年にロスアラミトス競馬場の未勝利戦でデビューしたが3着に敗れた。ラファエル・ベハラーの騎手に乗り換わり、2戦目の未勝利戦を4馬進反差で勝利すると続く2戦も圧勝した。5戦目はトラバーズ・ステークスに出走。重賞初挑戦であり、勝つ相手は、 プリンクネスステイクスの勝ち馬エグザジャレーターなどであったため人気はなかったが直線に入っても後続との差が詰まることなく2着のアメリカンフリーダムに13馬進半差をつけトラックレコードで圧勝した6戦目にはブリーダーズカップクラシックが選ばれ当時世界1位のレーティングを獲得していたカリフォルニアクロームに続く2番人気で出走レースは カリフォルニアクロームの逃げで進み、アロゲートは外枠から3番手まで上がっての追走となり、粘るカリフォルニアクロームをゴール前にかわして勝利した。勝利後、安城のマイクスミス騎手はアロゲートをレブロン・ジェームズに例えてベイビー・レブロンと評した。また、このレースにより、ロンジンワールドベストレースホースランキングでは134で2016年の世界1位にランクされた。 4最初戦にはサンパスカルステークスが予定されていたが、ババを理由に回避したため、ペガサスワールドカップに直行することになった。カリフォルニアクロームとの再戦となるレースであったが、レースは最終コーナーで先頭に立つと後続を突き放して勝利した。勝ちタイムは当初1、47.61であったが、後十46.83に修正され従来の トラックレコードを更新した。自走に関して、ドバイワールドカップへの出走は不明であったが、後に出走することが決まった。スタート直後に、隣の馬にぶつけられる不利を受け、最後方からスタートするという、これまでに経験のないレースとなったが、安状のマイクスミス騎手は慌てることなく、徐々にポジションを上げ、直線で粘る先行馬たちを余裕の手応えでかわして勝利した。 また、この勝利によって、獲得賞金が1708万4600ドルに達し、北米長競馬の中では、歴代1位となり、さらにテームオペラ王を抜いて、世界1位にもなった。約3ヶ月ぶりのレースとなった、サンディエゴハンディキャップは、後方追走のまま前との差が詰まらず、最後は追わずに4着に敗れた。管理するボブ・バファーと長京師は、こういうことが起こるから、 私は白髪なんだと冗談を言った一方で、故障がなければ予定通り、パシフィッククラシックステークスに進むと述べた。その予定通りにパシフィッククラシックステークスに出走。レースでは3番手につけることができたが、直線に入るまで反応が鈍かったために逃げる、コレクテッドをかわせず2着に敗れた。これを受けて B バファーと調教師と M スミス機種は共に、前走よりは良くなったが、まだ、 アロゲートのレースはできていないと評価した。その後、連覇をかけて挑んだブリーダーズカップクラシックに一番人気で出走。後方追走から直線で大外から懸命に追い上げるも伸びきれず5着に終わり、現役を引退した。引退後はジュドモントファームで種ボバ入りする。2020年6月2日、病気による体調不良から回復する見込みがないため、 安楽死処分となった。PC クラシック勝利後に発表された、論人ワールドベストレースホースランキングで134ポンドで1位になり、以後2017年7月現在まで1位を守っている。管理調教師のバファートはこの馬を、セクレタリアと以来最高の馬だと述べている。ありがとうございます。